様、ま、こんにちは、毛星姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、早いもので、もうね年始、<laughs> 年末年始の動画の季節になってきましたね。はい、クリスマスも終わりましたが、皆様、ま、いかがお過ごしでしょうか。はい、今からまずあの初めて 見ていただく方はい、はじめましてどうぞよろしくお願いいたしますモセ姫と申しますそしていつも見ていただいている皆様ありがとうございます本当にこの1年も大変お世話になりました心から感謝しておりますそして外国の方も最近見てくれている方が増えていますので 英語でもご挨拶させていただきます。Hi guys, I'm Princess Mose here.How's going on?Please subscribe to my channel.And if you like it, please thumbs up.、はい、今日はもう、ね、12月27日から1月の2日まで <laughs>、来年の流れまで見ていく内容です。 選んでいただきたいのはルノルマンカード1番の方2番の方そして3番の方となっております。えーっとね、星流れで言うといよいよ木星大幸運の星が12月の29日にミスガメからね魚に移動します。 ウオサの皆様、ね、今から、ね、大きな大きな幸運期がやってきますよ。楽しみですね。はい、それがね、すごく今週の一番大きな星の流れとなっております。じゃあ、今日も今からしっかりとルノルマンカードとタロットで見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 はいじゃあ1番のこちらのルノルマンカード選ばれた方早速、ね、年始と年末の流れ見ていきたいと思いますもうね、えー、と仕事納めの方も多いですよねそして、まあ、年末年始は、ね、ご実家に帰られる方とかも多いのかなーって感じです さて、じゃあ今週の流れ、はい見ていきましょう。はい、良さそうです。じゃあファーストカードから開いていきます。素晴らしい星が出ました。うん、いいですね。 星、リング、素敵なカードが出てます。はい、そしてここで、釜。はい、庭、うん。月。子供。はい、船。クローバー。 はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと場所移動します。はい、次は、雲。クーマ。ワンちゃん。家。クロス。おー、コウノトリと子供が重なっていますね。 はい、タワー、手紙、魚、ちょっと後でね、カメラ、ずらします。ライダー、おー、太陽です。ネズミさん、はい、ここでハートが出てます。はい、ヘビ、うーん。 ヘビとコウノトリがね重なってますね。はい、フォックス、鳥、はい、キーが出て、ゆり本、道、あの人のカード、キーが出て、 かりおおあなたおおんかあちょっとカードも光ってるけどちょっとしあの後で直しますねここでオッケー花束山はいそして無知なるほどちょっとカメラの位置直します はい、ちょっとカメラの位置変えました見やすくなりましたでしょうかまずね「はい、あなたがここです」「今見ている、見ていただいてるあなたがここです」うん、そして「あなたが思うあの人がここ」「お互い思い合ってるね」「うん、あの障害はねあるような気がするんです」 まあ、ヘビー、フォックスとかが出てるからね。あると思うんだけど、あなたとお相手様はね、うなんかこう、本当にこう、なんか出会って長いのかな。今、お二人がうーん、思い合ってるのは事実だと思います。ただ、複雑な関係っていうことで、 少しそのあたりが、まだ、うーん、こう、曖昧な状態の人っていうのもいるのかなって思うんですね。で、この4隅のカード、ピンカードがあなたとグローバー、そして星というカードとキーっていうカードが4隅に出てるんですね。で、これは何を表すかというと、あなた、 から自発的に動くことによってあなたの夢とかあなたの願いとかをが叶う叶う状態になりますよとキーはあなたからの自発的な動きですとそうすると例えばお相手様との関係もこのねキーというあの解決ができるっていう このカードが出てるのであなたから動くことによってお相手様との関係も前へ進んでいくよ今回はね勇気を出してクローバーが出てるからうんとね2がつく日偶数の日がいいのかなっていう感じはしますうんそしてねあのあの人に今近いところで まあ複雑な関係の人がね誰かいるのかなーって気がするんだけどこのねお相手様からするとうんなんかね昔はうんまあ昔は愛情がねまあこの 方にもあったのかなーって気はするんだけれどもうんまあね、ここでね、まあ、ハートで結ばれているといえば結ばれているんですよ。でも、お相手様の中では、なんかね、重いって言ってますね、この人のことを。うんなんかこう、責任感から、 うなんていうのかなこうね決してね楽しいとかじゃないんですよねこのお相手様からするとうそしてねえっ、ー、とねこれはあの人はやっぱり離れたいって思ってるんじゃないかなこのこの方と、うん、あのできるかどうかはねあのー できるかどうかはまだ出てないんだけどあの人の気持ちとしては今少し引き気味なのかなって気はしましたうーんそしてねこのねお相手様もあなたとのこと以前はなんかね悩んでたような気がするんですこう一旦こうあなたに対してこう引くというか こう迷ってた部分があるみたいなんだけど、でもお相手様の心はあなたに対して決まったっていう感じが見えますね。うん、見える。そして、えっ、ー、とね、うん、まず赤ちゃん望まれてる方。ここね、とてもね、嬉しいカードが出てるんだけど、あなた自身の えーとね、これ体と心の疲れこうちょっとね精神的に非常に疲れてたり人と比べちゃったりっていうところがあるような気がするそこの部分が改善できたら随分あなた自身が穏やかな、えー、と健康状態になってでもしかしたら赤ちゃんの方から「マ、ね、マ、まあ、会いに来たいよ」みたいな形で。 うん、これ来てくれる可能性あるのかなと、うん、そして「お仕事お仕事」うんあちょっとあのねあなたから見ると,、えー、と嫌な人とか意地悪な人とかいるかもしれないんですけどなんかねコウノトリがこんなに近くに出てるからねこの あなたからする嫌だなって思う人あ、なんかいなくなるんじゃないですかね。席が遠くになるとか、移動するとか転職するとか。うん、そんな感じがするので、人間関係は随分と穏やかな感じになっていくんじゃないかな。うん、そしてですね。うん、今回、えーとね、まあ、ご実家とかに、 うーんあまあ,あのもしかしたらお年玉をあける立場の人とかもいるからかもしれませんけれどもお金を使ううっていう風に出ていいに出ますであなたに入ってくるお金なんですけれども今週はどっちかっていうとあもっと欲しかったみたいなそんな感じがあって。 今週に限っては少し不安要素が出てくるような部分もあるのかなっていう感じがしています、うん。でね、今週気になるのがね、あなたのね、体のことなんですよね。なんかこう、ダウンしないように。うん、ダウンしないように気をつけていてください。うん、ちょっと心配です。 なんか寝込んじゃわなければいいけどなみたいな。でも、えっ、ー、とね、恋愛に、恋愛において、あとね、あなたがやりたいことに対してっていうのも、あなたからのアプローチ、あなたからの動きによって、あの幸運を手に入れることができるよって出ていますので。ということで、今から、月、火、水、 木木金土日ということであの一緒にねタロットも、あのー、見ていきます。それで1週間のセブンデイズの流れを見ていきたいと思います。はいじゃあタロットシャッフルしていきます。 まずは月曜日はいコインの3のリバース火曜日素敵ラーバーズとリングですまあ28日、ね、仕事納めの方も多いのかなうん、なんかデート、ね、告白嬉しい連絡はいとても素敵なカードが出ました はい、そして水曜日が「おーコインの9と「鎌、何かね白黒つけるのかなあなたがこう頑張ってきたことに対してうなんかこうどっちみたいな「イエスオアノーみたいな感じでなんかあなたがこうすっきりするために答えを出したいみたいなのは出ています。そして木曜日が おカップの5のリバースとソードの4うんうんはいそして金曜日が月と木月のリバースと木はいそして新年明けまして1月おー怒りとカップのページいいですねはいそして2日が 戦車とあなたのカードはい、こういうカードが出ましたはい、じゃあねえっ、ー、とねまずすっごくいいのが <laughs> もうすっごくいいのがこのね火曜日最高ですねもう火曜日最高うん、ラフ火曜日 <laughs> はーい もう、リングとラバーズ、もう、これはどんな嬉しい、ね、なんかね、恋愛、恋愛だよね、これはね、もう、どんな嬉しいことが火曜日あるんでしょうって感じで、むちゃくちゃいいです。むちゃくちゃいい、<laughs> 火曜日。そしてね、えっ、ー、とね、ここ、木曜日、うん、30日の木曜日もね、 これカップの後のこれ「リバース」再再会会、すするるって出て出いるんですよね。仲間との再会だから、まあ、忘年会とかねうんあので懐かしい仲間と会ったりとかその中にね、もしかしたら例えばあなたが会いたい人っていうのもいるのかなっていうとてもね嬉しい再会が。 30日にあるよって出て出います、うん、これもとてもいいですね。そして、同じく、あ、同じく30日、うん。ここにね、あの人のカードとソードの4が出てるから、こうあの人は少しね休憩中って出てる、うん。今なんか、いや、なんか自分の体を休ましたいとか思ってるのかな。う,んこう このお相手様との関係は休憩、うん、一時停止みたいな悪,い悪,く悪くないですよ全然一時停止みたいな感じがするんだけれどもなんかあなたはあなたでこうプライベートな、うん、お友達と楽しむことができるのかなっていう感じがしましたそしてねあとこの1月の1日はーいこれも素敵なカードが出てますね カップのベージと怒りこう恋愛でね二人の関係がこう強まるよとか絆が強くなるよとかなんかデートとか連絡の回数が増えるとかそういう流れになると思いますあなたからやっぱり動く方がいいかな、うん、まずこれがいい日ね <laughs> いい日で逆に うん悪いちょっっと待ってね悪い悪い悪いあのー、まあこの白黒をねここでつけるっていうのが水曜日に出たんですよなんかあなたが今まで頑張ってきたことの、うん、成果を得るっていう意味もあるんですよねなので水曜日に関してはあなたが何らかの答えを 得れる状況になりそうです、うんこう白黒がねピシーってつくかもしれないしよ,なんかようやくここまで頑張ってこれたなっていうようなご褒美とかねうんそういうのもありそう決してねネガティブではないうんネガティブではないであとねあここがちょっと気になるね31日にあなたのね これ体とかいわゆる精神状態とかを表すところに月のリバースが出てるからもしかしたら前日なんかねあの人のことでなんかこう例えばね返信がないなとかあなたが、まあ、この31日心配するのかもしれないんだけどね、まあ、ここ月のリバースだから徐々に良くなっていくって感じあなたの状態も 少しずつ例えば不安が大きかったんだけれども時間が経つとあそっかそっかみたいな形でこう自分で納得できるとかあとは気持ちが落ち着くからこうあの人からの遅い返信とかが来てほっとするような流れとかになるのかなっていう感じ考えすすぎは、ね、禁物です、うん、そしてねあとね1月の2日。 この日にあなたからね、あなたはなんか家族のこととかかなでなんかこうちょっと縛られる家族のことで動けないっていうのがあるみたいなのでこうどっちかって言ったら2日はこうあなたがしたいことっていうよりもあーなんかこう進めないな動けないなっていうちょっと窮屈なこと。 もあるかもしれないあとここにね戦車のリバースが出てるので車の運転とか遠出と,とかそれは気をつけといてくださいねっていうのが出ていますうーんあーでもね,ついあのね月曜日もねこれねあ悪くないですよ。星とコインの3のリバースが出てるから なんかあなたがやりたいことに関して、えー、と再度その目標とかをこう見直してみるみたいなこう自分の振り返りみたいな形であ決して焦らないでねっていうのも月曜日の流れかなということで、うん、これがねいつかうん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 。 ね、なかなかいい一週間になるかもしれないんだけど、私はね、あなたの体、うん、特にね、31日とこの2日の日、特にこう、健康面、体、車の運転、そのあたりには気をつけてくださいね、と。うん、かなああ、でもね、いいカードもね、すごくすごくたくさん出たので、うん。 あなたの無理をせずにとにかく早め早めに休むでいろんな予定とかがあってもしかしたら頑張りすぎちゃうかもしれないけれどもあなたの健康があってこその、ね、ものになるので決してこうご自分のキャパ以上に頑張りすぎたりっていうことそこは気をつけておいてくださいね。はいこれが 一番のあなたへのメッセージです。よかったらあ参考にしてみてください、ね。早いもので年末年始のリーディングさせていただきました。どうぞ良いお年をお迎えください。ーセ姫でした。はい、じゃあ二番の方。こちらのルノルマンカード。 はい、シャッフルしていきますさああなたにとっての12月の27からのはい、1週間の流れさぁ、見ていきましょう すね、まずはファーストカードはおお顔オケですかはい顔オケにワをクロスおおちょっとこの組み合わせすごいですねはい3枚目がコウノトリ4枚目がネズミうんおおさてさて 五枚目が太陽、六枚目がライダー、七枚目が庭、八枚目が船、はい、はいじゃあデータ出していきます、はいそしてここに。 あの人のカードが出ましたはい花束魚熊星本家 はいここにあなたのカードですね。うん。えー、っとあの人とあなたがとてもね距離的にはとても離れている。でもここの間にネガティブなカードはないんだよね。うんちょっと見ていきましょう。 はい、あの人のあの人の下に子供のカード、うん、はい怒り鳥フォックス。 カメラを後でずらします木ワンちゃん木はい百合月道うーん蛇が出ましたね そしてクローバー山鎌リングはいちょっとねカメラ移動しますはいお待たせしました見やすくなりましたでしょうかうーんとね 「顔おけ」「船」ヘビ「蛇」「手紙」っていうのがキーカードなんですよね。いわゆるピン,ピンカードっていうんですけれどもそして「あなたがいて」「あの人がいる」「あの人の下にお子さんのカードが出てるのでうんもしかしたらねあの人にはいわゆるお子さんがいる人」 いいるのかもしれないです、うん、でもね、ヘビー、あなたうん、えーとね、あなたの隣にも家っていうカードが出ているので、こうあなた自身も本、こうなんかお互い結婚してる人とか、うーんダーフルの人なのかなって今思ったりしています。 そして、まあ、あの人と例えばこれが奥さんであればでまたこちらもすごく離れていてっていうことになるのでやっぱりねこうあなたとの方がうーん、安定感があるって言えばいいですかね。会えてる会えてるのかな。うーん。 会えてるし、連絡も取れてるんだけど、少しこう頻度がこう少なかったりするのかなっていうことは、まずはね、感じましたう。そしてね、このちょっと週始め、後ほどタロットでも一緒に見ていくんですけれども、なんかね、月曜日、火曜日とか、うん、なんか何が起こるのみたいな。27、28。 そして29日にあなたがこう飛び立つって出てるんですよねまあ旅行とかね実家とかまあそういう動きがあるのかなっていうことも感じられますまあちょっとその日々の1週間の流れは後ほどタロットで見ていきたいと思いますうんえっ、ー、とねあの人なんですけれどもあなたに会いたいんじゃないかな うーんなんかあなたにこう,うんちょっと待ってねクリスマスは会えなかったのかなって気がするんですよね。なのでその遅いクリスマスっていうことで何かあなたに贈り物をしたいとかこう素敵なデート楽しみたいってあの人は思ってらっしゃるんじゃないかなっていうふうにも 感じました。それがね、叶うといいですね。そしてね、ここのね、4つのカードが、うーん、なんかもしあなたがね、本当にこう、ダブルであれば、なんかあなたのこう、結婚生活うんあの人とも言えるかな何かこう、どちらかの結婚生活が、 ちょっとこの年末年始で離れる別れるっていう可能性があるのかなって思いましたお二人じゃなくってあなたの方かあの人の方かっていう可能性があるのかなでもここにねいわゆる奥さんというかあの人のパートナーが出てるのでなんかあの人の方に動きがある可能性もあるのかな という感じそしてうんとね「仕事、うん、あ今あなたは少しなんかこうマンネリ感を仕事に対してマンネリ感があるのかなこう金銭的なものとか報酬とかは良さそうな気がするんだけれどもなんか本当にやりたかったのはこれじゃないなみたいなそういう気持ちがあってこの年末年始 こう考え、いろいろね、あなたの人生を考えていくような出来事になるのかもしれません。そしてこう、実家に帰るとか、うん、なんか皆さんで会うっていうカードも出てるので、そういう意味では、年末年始、こう家族とかいろんな人との再会、それが出てるのかなあとは、あなたの金運はすごくいいですね。 うん、金運はとてもいいですよで仕事がね、うーん、なんかここでね、どうしてもやっぱこう仕事、疲れ、うん、人間関係、うん、そのあたりでもなんかこう、あなたのこう、心、体も少し不安だなあっていう感じのところは、出ています。うん、出てるね。うーん、なんかこのね、 こう意味深ですよね、顔をけと。この蛇のカードが四隅に出てて、鎌とリングが出てるからね、何かお相手様の方にあるのかな、みたいな。あなたとお相手様、うーん。いいんですよね。うん、うん、うん。決して悪くないです。むしろ、こう、距離はあって、こう、いろいろな制約はあるかもしれないけれども、お互いにこう、 自分の家庭もとかね自分の守るべきものも大切にしながら特にあの人は自分のお子さんとかを大切にしながら2人の時間をなんか過ごせていけてるっていう感じがするのでそういう意味ではポジティブかなっていう感じが見えましたじゃあ今からタロットで「月か水木」木「木金土日」ということで「 あのタロットカードを出していきたいと思いますちょっとね月カーがねカオケとクロスのカードが出たのであらどうしたのかしらと思ったんですけれども 見ていきましょうじゃあまずは月曜日おいいですねよかった <laughs> 節制と顔をけかはいちょっとカードつあの続けていきますああ火曜日はねでもね疲れてますねバンドの10のリバースにクロスもうね無理しないでって感じうーん水曜日が 鳳凰とコウノトリ、鳳凰のリバースね。そして木曜日が、はい、インジ者のリバースとネズミ。同じく、同じく木曜日が、ユリとワンドのエースのリバース。はい、あ、金曜日、いいですね、年末年始。家族みんな揃って幸せって感じ。 はい土曜日ああいいですね <laughs> はい1月1日もねあの道っていうカードとカップの10が位置が出ていますそして2日の日が運命の輪と蛇かわーちょっとこれなかなか難しいリーディングだなはいじゃあちょっと見ていきましょうえっ、ー、とね月火水木木金 土、日月かうん。まずね、月曜日。何かあなたが。あーなんかすごくこれ、生まれ変わるって出てますね。うん。こう、新しいあなたになる。あなんかすごくこうじゃ、浄化されてる感じ。こう、いらないものをこう、するってこう、脱ぎ捨てるようなね。 うん、そんな感じがあるのが27日です、うん。穏やかですよ。穏やかで幸せな日。それがまず月曜日なんですね。うん、ただ、火曜日がこうあなたが、ね、頑張りすぎたりとか、いわゆるこうキャパ以上のことをしたりとかしてなんかこう、体とか大丈夫かなって思うのが火曜日。 火曜日は無理しないいでください確かにね、お仕事の最後の最後で、ここまではやっとかなきゃみたいなものがあるかもしれないけど、無理しないでください。うん、とても心配。そして水曜日。うん、えっ、ー、とね、まあ、ご両親に会いに行ったりとかするのかなとか。うん、法皇のリバース、人間関係。 なんかこうしばらく会ってない人に会える可能性があるのが29日かな,なんかみんなで集まるのかなって少し、ね、あの思ったよりもなんか盛り上がりが若干欠けたりとか,とかこう来てほし,しい人会いたかった人に会えないとかそういうことあるかもしれないんですけれども。 思ったのと違うって部分あるかもしれないけどあでも決してこれはマイナスではないですこれが水曜日ねはいそして木曜日がインジ者のリバースとネズミうんワンドのエースのリバースとユリか、うん、この日は木曜日なんかあなたがね 家かな、ねまあ、こう今そ,のその時にいるところでこう非常にこう引きこもってかなりこう家の中で忙しそうな気がするんですよ。でなんかね「恋愛はこの日はお休み」って感じがします。うん,なんかいろいろ忙しそうです。なんかこう,うん、まあ、書類とかも含めてなんですけれどもなんかいろいろバタバタと。 動いてるのかな忙しいのかなとかうんそういうイメージがあるのが木曜日です。で金曜日金土あ待って待って木金土日そうそうそうで金曜日ああこれ素敵ですね家族みんなでなんかね穏やかな幸せな一日っていう人もいるしあとはね なんかね、ラブラブデートできる人もいるかもしれません。うん、とても、なんか幸せ,幸せで穏やかな日が31日の金曜日です。で、土曜日もいいんですよ。うん、道とね、カップの十、やっぱりこう、ご家族、仲がいいんですかね。なんかみんなでこうね、初詣とか行くのかなっていうイメージがあったり。 金曜日から引き続きなんですけれどもなんかこうあなたのこう癒しとかねあなたがいることでこう周りの人も穏やかになるみたいなこうそういう橋渡し的なあの役割がもしかしたらあなたにはあるかもしれないとても素敵な魅力だと思います。 はい、そして「売って変わって2日の日が」がなんかねこの、まあ、ライバルの存在がものすごく気になる、うん、例えばね SNS で見ちゃったりとかあるかもしれませんでもねここに「運命の輪」位地が出てるからこうあなたの運気の方が実は強いのかなみたいなまず比べることないです。 例えばですよあなたが結婚しててお相手様も結婚してて何かねこの奥さんの SNS とか見ちゃったあって思うかもしれないけどなんかねあなたも負けないぐらい幸せなのでなんかね全然これ気にする必要ないなっていうふうに感じてます嫉妬心は出るかもしれないけどうんっていうことでねはいこのね1週間の流れを見たら とにかくね無理しないで <laughs>、うん、それがすごく出たんだけど年末年始は本当に穏やかで幸せな家族の時間が過ごせそうっていうふうに出ていたのでよかったなっていうふうに思ってますはいこれが2番のあなたへのメッセージですどうぞ素敵な年末年始お過ごしください また来年もどうぞよろしくお願いいたしますモーセ姫でしたはいじゃあ3番の方こちらのルノルマンカードをしっかりと、はい、シャッフルしていきます ヘビが出た。おお、いきなりヘビですか。来ましたね。はい、2枚目通り。ああ、ちょっと嫌なゴシップとかに悩まされてるのかな。クロス。はい、そしてネズミ。あちょっとストレス心配。っていうか皆さん、おお、関係。あのー、体の不調がね。 あの、体があんまり調子が良くない人がもしかしたら多いかもしれない。うん。雲。月、うん。はい。おおここに太陽。あ、ちょっとね、また後でカメラの位置変えます。木ですね。クローバー。 山子供コウノトリユリハート星ライダーカマ も道フォックスはいこれあの人のカードですあの人はいそしてワンちゃんタワーですねタワー家本 魚手紙庭ですね。よいしょ庭とムチはい花束ちょっとねあの反射して見えないので後ほど調整します。木とはいここにあなたのカードそして怒り はい、リング。はい、なんか素敵なカードで締めくくることができました。ちょっと移動します。少しお待ちください。はい、カードをね、あ、というかカメラを移動したんですけれども、少し見やすくなりましたでしょうか。はい、まずね、あなたがね、ここにいるんですよね。そして、あの人がここにいる。うーんとね、そう。で ヘビっていう存在がすごく遠いんだけど、ファーストカードに出たんですよ。ファーストカード、月、花束、タワーというこの四隅のカードに出たから、もしかしたら、こう、あなたには直接こう、あんまり関係はないかもしれないんだけれども、こう、うーん、まあ、 片思いの人に例えばねこう同じ人が好きっていう例えば人がいたりとかライバルがいたりとかする可能性あるのかなって思いました、うん、これね今週に限ってはなんですけれども良くも悪くもこ,うこのね 人の存在は今は今週は大きく変化がないっていうふうにまずカードがね伝えてるような気がします。であなたとお相手様なんですけれども今少しちょっとしたこう何て言うのかなあのー、口論とかね喧嘩、もしかしたらしちゃったのかなみたいな。 うん、ものがあって、なんかね、あの人自身も疲れとかね、イライラがすごくこうあるような気がしています。うん、こう慢性的な疲れがね、あるような感じで。そしてあなた自身も、うん、なんかお金の悩みかな。うん、お金、仕事の悩みが、なんかこうすごく今こう深く、 うんこうあなたの心にのしかかってるような部分があるようにも思うんですよね。うんただ、うんとねうんあなたこれはあなたお相手様。 うーん、あなたここがねえっ、ー、とお相手様の方からちょっとこう甘えるような連絡っていうんですかね甘えたいというかなんかそういう感じで来るような気もするんですよね。うんそこで仲直りできそうな感じですね。 うん、なんかね最終的にはあなたがこれはねこうお相手様ともし例えば今少し気まずい状態とかなんかやや喧嘩しちゃったっていう状態だったとしても今週はきちんと仲直りができるって出てますなんか安定したこう安心したこうあの人との付き合いとかねそういうのがまず出ています、うん、まず出ていてい そしてねうんそうだね、まあ、やっぱりここでも仲直りできるって出てますね出ていてでうーんあなたのそうですね先ほど言った金運がちょっとなんかねこうあなたの心に重くのしかかってるような気がしますしあとお仕事ああ なんか、ね、こうもしかしたらあなた自身も転職とか考えてらっしゃる部分があるかもしれないんだけどなんかあの人もなんか悩んでいらっしゃるんですかね。うん、そこで少し転職活動とかかが、まあ、疲れてたりうまくいかないなっていう,こうもしかしたらそういうイライラとかもあるのかなっていう感じがしています。であなた自身 もしかしたらね連絡例えばねあなたが転職したいって思ったらなんかそれがこうスピーディーにまあ年明けかもしれないですけどねなんか案外こう動いてきそうな気がしますなんかこう知り合いの人のからなんかこう話が広がっていくとかなんか友達とか知り合いの人と一緒に仕事をするとか そういう人とかもいるのかなっていう感じですね。で、今週の恋愛運、やっぱりいいですね。もしかしたらね、なんかこう、旅行にね、お相手様と一緒に行くっていう人もいるのかなとか、うん、ご実家にご挨拶に行く人とかもいるのかな、みたいな、そういうものが出てるような気がします。 なんでねここにねファーストカードに蛇が出たのかなーって思うんですけれどもうんでもねあなたに大きな影響はないよねうんあの人うんうあなたにはねもしかしたらこうあ,のあの人に あの人のことを好きな人がいるのかもみたいなのは出てたとしてもあなたには直接の関係はないのでこれは気にしなくていいかなうーんと思いました。思いました。あと、うん、今までねこう、赤ちゃんのことでこう、ね、辛い思いしていた人もしかしたらね、こう愛のある いわゆるこう自然妊娠みたいなね形の流れが出てるなっていうことも出ています。うーんあとはなんかこうあなた自身の今週は特にこう落ち着いた1週間になりそうなんですよ。うん、こうゆっくり過ごせるのかな うん、そんな気がします。もしかしたらね、移動とか旅行とか出てはいるんだけれども、あなた自身が、なんかこう、どっしりと構えるというかね、そういう感じがまず出ていますね。じゃあ、今から一週間の流れを、月、火、水、木。木 金土日こちらにタロットカードを合わせて見ていきたいと思います。 いいていきますまずね月曜日にヘビが出てるのでヘビとワンドの9 <laughs> はい火曜日が鳥とマジシャン火曜日いいですね水曜日がクロスとソードの8あちょっと水曜日しんどそうですあなたの精神的なものがねそして はい木曜日が「ワンドのクイーンとネズミと」とあとは「手紙」「手紙とカップの3のリバース」あお金使っちゃうんですかねあの同窓会とか飲み会とかありそうですねあなた主催のものかもしれないんだけどうんうんなるほどはいそして31日「お力と庭」あ この時もまたこう人との交流が出てます。うん、あ、いいですね。すごく、あの、社交的な方ですね、あなたはね。はい、そして、1日、あ、体が疲れてるって出てる。多分年末の疲れが来るんじゃないかな。そして、はい。えっ、ー、とね、2日の日がインジ者のリバースと花束か。 はい。じゃあ、こういうカードが出ましたので、まずは解説させてください。えーとね、まずいい日がね、火曜日です。まあ、火曜日すっごくいいです。嬉しいお誘いがあったりとか、なんかね、最後の最後に仕事とかむちゃむちゃ進んでいきそうです。うん、あとね、 まあこの木曜日、あ木曜日ね、ここはなんかこう、飲み会などで、かなりお金が出ていきそうとか、そういうのは出ていて、で、あいいところね、あとね、ここですね、31日は、なんていうのかな、このね、こう大人の飲み会って感じがするんですよね。こう、うん、なんか落ち着いた感じで。 前の日は案外こう激しく飲み合ったりする感じがね、するんだけど、31日はなんか、うん、イメージで言ったらなんかワインとかね、イメージです。で、前の日はなんかビール飲み放題とか、そんな感じのイメージの違いがあって、っていう感じでも楽しく過ごせると思います。特にいいのが火曜日とこの金曜日。 がすごくいいです。でね、月曜日が、なんだろうな、蛇とワンドの9だからね、うん。なんかこう、あなたが何かこう、うん、構えてるというか、うん、そこに、まあそういう、なんか分かってたこと、 を、なかなか再度なんかそういう話がを聞いたり。とかそういう人を見たりっていう感じ。まあ、えっ、ー、と。例えばこのこの人が a さんっていう。まあ、このね。彼のことを好きな人がいたとすると、例えば、あなたがこの a さんが彼に話しかけてるところを例えば見たとかね。なんかこう？ まあ、遅いクリスマスプレゼントを何か渡してるところを見たとか、なんかそういうので、ちょっとモヤモヤってすることはあるかもしれないけど、なんかね、でもね、それぐらいな気がします。うん、大きな影響はなさそう。で、火曜日が、うん、嬉しいお誘い。仕事がサクサク進む。 ということで、はい、とてもね、えっ、ー、と、元気で明るい楽しい一日になりそう。これが火曜日。で、打って変わって水曜日。もうどうしたんだって感じで。なんかね、あなたがね、こう、とてもなんか精神的に考えすぎちゃったりとか、悩んだりとかしそうなんですね。うん、なんか私どうしようみたいな。うん、そんなそんな。 そんなそんな深く悩まないで落ち込まないでみたいなちょっとした精神的なえって思うようなことがあるかもしれないけどね、うん、もしかしたらあるかもしれない水曜日で木曜日は先ほど言ったまあちょっとこう激しい飲み会のものが出ていますで金曜日がね本当に逆に何か大人の飲み会みたいな感じでなんかランチ パーティーとかね、そういう感じがするんですよね。で、とてもね、こう素敵な人とかの出会いもありそうです。うーん、すっごい綺麗な人とか、すっごいかっこいい人とか、そういう出会いもありそうなのが金曜日です。そして月、あの、1日はあなたのね、疲れがね、体の疲れがピークに来ています。 この日はほんと無理せずに、あの、休んでおいていただきたいですね。1日だけど。そして、うん、火曜日、あ日曜日、失礼しました。2日の日なんだけど、あなたのこう恋愛がね、まあ、この忍者、うんね、出てるから、なんかあの人と連絡を取り合うとか、うん、そういう形になっていくのかなーっていう、うん もしかしたらね、ちょっと短い時間かもしれないけど、デートとかできる人もいるのかなっていう、そういうことが出ています。はい、これがね、3番のあなたへのメッセージでした。ね、今年1年も大変お世話になりました。また来年もどうぞよろしくお願いします。はい、どうぞ素敵な1週間を お過ごしください。ーセ姫でした。